ユータ、ユマ、チェガ、はい、ゴツメのヤンキーが持ってるクラッチバック、大体ちっちゃいヤマト、カワタです。今日は何？今日は収穫。本日はですね、コムドット全国農業体験企画の第2弾となっております。これほんと素晴らしい企画だからね。素晴らしい企画、うん、コムドット全国農業体験というこの企画は今年の6月に第1弾を出したんですけれども、もともとね、僕たちが写真集ジャーニーを撮影しに行った時に LA でドライバーをしてくれたたくまくんっていう男性と一緒に始めたプロジェクトでして、このたくまくんっていう男は凄まじい男でして、 LA でドライバーをやるというイケイケな側面を持ちつつ、滋賀で農家をやっている、でしかもただ農家をやっているわけじゃなくて、四季ファーマーズクラブという団体を作って全国のイケてる農家さんを束ねてめちゃくちゃかっこいい集団をやってるわけですよ。その四季ファーマーズクラブの信念としては、どん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 日本が高齢化していく中で、その農業が衰退していくと、で担い手が少なくなっていく中で、農業ってこんなかっこいいんだよっていうのを発信することで、新たに若者が農業を始めたりとか、俺ら世代ぐらいの人が農業に興味を持つっていうことを目的としてやっていて、でその考え方に俺は食らっちゃって、俺は何かコムドットも協力させてほしいなっていうことで、このコムドット全国農業体験っていう企画が始まったわけで、で今年の6月に、僕たちはメロンを収穫させていただいて、でその動画の反響がものすごくてですね、よかったよな。普段ねコメントをしない人も実は農業を、実家がやっていて、なんかこのコムドットが農業に参加している姿勢を全国に見せるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますみたいな、この動画をきっかけにこの農業っていうものに興味を持ちましたとか、四季ファーマーズクラブに参加したいと思いました、あと実際にこの四季ファーマーズクラブに所属している農家さんから作物を買いましたみたいな、届いたりしてて、これは素晴らしいことだね。いやそうよ、まあ俺らとしても本当に貴重な体験をさせてもらって、それを発信してさらにその届いた人たちがアクションを起こす、これ以上素晴らしいことはないわけです。いやないね、やってよかった代表だね。やってよかったよね。だからこそこれを続けていこうということで、まあ、本日第2弾となっております。いいいということで、本日の企画、コムドット全国農業大会みかん編。スタート編、みかんは大好きな方々がいますから、うちに。はい、みかん大好きな2人挙手。はい、この2人ですね、みんな好きなんだけどね。みんな好きだけど、いやでもこの2人はもうとりわけですよ、特に。え、ちょっと本当にさ、どんぐらい好きなのみかん。まあ携帯、財布、鍵、みかんみたいな。これらのタバコみたいな。そう、なるほどね。相当好きです。はい、持ち歩きで食べますね。持ち歩きで食べるんだもんね。そう、あっちゃん車とか入ったら、なんかこれみかんこの辺に持ってたんです。そう、こうやって、だからみかん持ってた。だから3列目のシートのところにはみかんの皮がよく落ちますね。そうよ、昔の俺の車の時はもうティッシュとみかんの皮だらけ。気が逃げられた。なんかお風呂に入れるいい匂いのみかんみたいになって、乾燥して広げてね、やってますけど、で今回の企画はですね、2人が大好きなみかんを愛媛の方に収穫に行きたいと思います。うわー、嬉しい、ガチみかんだ。今回ですね、お邪魔させていただく農家なんですけれども、高果樹園前回の、メロン収穫行った時も四季ファーマーズクラブの、メンバーの皆さんいらっしゃって、まあ、それぞれナスだったりネギだったり生姜だったり育ててる方いろいろインタビューさせてもらったんですけど、その時にもいらっしゃったコウさん、まあ、一番怖い人って言えば分かりやすいかな。視聴者の人もピンってあの人だって思ったと思うんですけど、あの人のもとにお邪魔するということで、大丈夫ですか。いやいやいや、まあ大丈夫。その俺結構ずっと話してたけど、やっぱめちゃくちゃ優しい。優しいんだ。見た目はやっぱこうガッてなってるけど、もう本当に写真をパッて出した時にさ、絶対に指名手配じゃん。指名手配ではないよ。だってこういう感じでしょ、どうせ。じゃあこの地区では一番怖いだろ、この地区にいたら。そうだよね。でも真面目にね、みかんを収穫させていただければ問題ないと。全然問題ないですよ。問題ない。だからまあ予定といたしましてはですね、まずは僕たち香川の方に行きます。全国コムドット祭りという、書店をね装飾していただくキャンペーンで最優秀賞だった香川にお邪魔して、はい、そっから愛媛、はい、すごい遠征で、すごい遠征して、で拓磨先生がね迎えに来てくれるということで、まあ今回も、真面目にこう農業に取り組ん でその中でね皆さんに何か魅力を伝えられればなと思うので、ぜひぜひ最後まで視聴よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで到着しました。もうやばいやんか。あ、ちょっと改めてリーダー。お、コムドットが愛媛に来ました。名前よりもですよ。名前よりもこの。たくまです。あ、たくまくんです。たくまくん。お願いします。ありがとう。ありがとうございます。ございます。運転お疲れ様です。とんでもない景色広がってますけど。いや天気良くてよかったな、マジで。マジ編集
で4日間家にこもったりしたりするわけですから、うん、こんなんもう嬉しいよ。ちょっとやばいかも。超気持ちいいわ。もうちょっとそっち行ってみよう。やばいね。で、この景色ですか。いや、GoPro も嬉しいだろうね、こういう景色を映せて。なんかいつもさ、逃げるとか逃げないとかそういうのばっかり使われてさ、こういう景色を撮るためにでしょ、GoPro は。笑う、笑わないとか。山とか撮りたい。今日も四季ファーマーズクラブの方々が結構来てくださってるんですよね。そう、メンバーがいるから。また紹介させてください。新メンバー。でも俺らね、覚えてるよね、多分。覚えてる、その、会った人たちはね。うん。新メンバーも加わってるんで。新メンバーも加わってるんですか。加わってますよ。よろしくお願いします。ヒューローはなんか可愛い感じで被ってるし、ユーモも可愛い感じで、あっちゃんなんかもおでこがね、おでこがエグい感じだから、おでこはみ出してる。今回のあの農園の代表の主、高果樹園、高果樹園みかん農家です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこちらの花みかんと、でハウスの中に花マドンナっていう愛媛県でしか作れないおみかんがあるので、はい、よかったら皆さん食べていってください。ありがとうございます。楽しみだ。とりあえずお腹減りません？いやお腹減りますね。もう12時じゃん。お弁当食べます？おお早速愛媛弁当。近くの、ね、お弁当屋さんで近くの野菜とかを使ったお弁当屋さんがある。うわあ最高だ。はじめまして。はじめましてですよ。はじめまして。赤ちゃんを育ててる方。違う、それはそうだ。違わないこともない。違わないこともない。赤ちゃんのことも育ててる。何を普段は？マズクラブの。はい。あ方ですね。ブドウと梨。ブドウと梨じゃん。ブドウと梨は最高だ。コムドットの前回の動画で僕らのこと知ってくれて連絡くれて。はい。それはすごい。それはすごい。意味あったじゃないですか、僕たちの動画が。嬉しい。待つ人はね、これから一緒にやっていこうって。すごい。え、あの動画を見て、その、このプロジェクト知ってみたいな。はい。ありがとうございます。なるほど。これ嬉しいですね。ちなみに誰推しなのかな。誰推し、誰推しなのかな。誰推しなのかな。わかんないでしょ。お見させて。赤ちゃんのこれ可愛いんだよ。首振って、ふいってね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして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 。ブドウとイチゴとお米を作ってます。ブドウとイチゴとお米。三重ってその農業が結構盛んなんですか。田舎町が多いんで、農業何かしらの農業農家さんが多いと思いますね。なるほど。たくまくんのある日にこうインスタグラムみたいなロゴがあって、でそれを見たときにたくまくんに直接連絡して入会させてくださいということで。あ、ロゴで決めた。ロゴで決めました。洋服選ぶみたいな感じ。若手農家集団。それに見せられて、ああなるほど。それはもうたくまくんの考えたことはね、ドンピシャでハマってるわけです。切ってやってます。もう切ってやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくまくん、この間なんか端にぶっ刺されてましたよ。お、大丈夫だった。みんなで心配しましたよ。たくまくんの顔が爆笑してたんですけど、俺ら。足長持ちに刺されて。これ大丈夫なんか。めちゃくちゃ晴れて。写真こちら。ありがとうございます。提供あれ大丈夫だったっすか。大丈夫だった。恥ずかしかったけど。いやなんか病院行かないとみたいなさ。行ったんすか病院。行ってない行ってない。行った方がいいし。ほらね、行った方がいい、ね、危ないんだけどね。ずっとここアナフィラキシー起こされてる。毎日毎朝毎晩やばい、腫れ引かないみたいなストーリーをやってさ。で刺された瞬間分かったんすか。刺された瞬間分かって行ったと思って行ったと思って行った後何やと思って。
蜂は見えへんくてでずっと痛いなと思ったら次の日こんな春で予想なんだ足長町っていうのはもしかしたらスズメバチだって可能性もない可能性もあるじゃあちょっとせっかくなんで可愛いらしい女性がいらっしゃいますが挨拶しますか挨拶しましょうか紹介させてください、ね、いいですか、はい今回チキパワーズクラブで一緒に活動していく知恵のスミレちゃんです、はい、スミレですティッシュよろしくお願いしますチキファーマーズクラブ農家だけじゃない農業を盛り上げようっていうこの気持ちが気持ちのある人なるほど それ自体を盛り上げたいっていう人だったらそうそこにこう一緒にやろうぜっていう人なるほどパティシエもいるしいろんな人がいるんでこれ言ってもいいですかあのめっちゃ大好き であの私今個人フリーランスでパティシエしてるんですけどおコモドットに会うのを一番の目標にして頑張っててでなんかレシピ本とかお店持つことも決まって本当にありがとうございますモラスミレさんの頑張りですわ、うん、目標叶っちゃってコモドットからモチベーションもらって本当にもう毎日毎日行きますおー嬉しいありがとうございますえ、あ、ほんとだ。え、変えたのすごっ。ラメラメピンク。はい。ラメピンだ。あ、ガチのファンなんですね、じゃあ。え、なんかイベントとかは、なんか来たことあるイベントあるんですか CDF に行かせていただいて。出ました。5列目でした。で前からこれ。すげえサイズ、はい。え、どっち側でしたあの、ヤマト君が、こう行ったことあるじゃないですか。はいはいはい。の下にいました。あ、こうやって動くステージ。あ、そうですそうです。じゃあヤマトが手震えながらこうやってやってるの。お前別に震えてねえて。え、誰が、ね、特別誰が、ね、推しとかあったらね。ヤマトくん。わあ。シャツ。ヤマト上取ってて熱かった。熱かったね。お前のその震えてるとかも今ちょっとイラつくけど。震えてても好きってことでしょ。いや震えてないからね。震えてたのはだって揺るぎのない事実なの。むしゃぶりしょ。むしゃぶりったね。むしゃぶりしょ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。新メンバーの方は。初めましての方が。あ、だから。初めまして。あ、はい、あ、そう。じゃあその方一回来ていただきます。金髪の方は。おぎ。おお。はじめまして。はじめまして。おぎさん、北海道から来ました。北海道。すごい農業面白い形でこう発信してる方で。農家アーティストって自分で名乗って、はい、これのアパレルとかも。もともと作業服でこうやって汚れて着なくなったやつをリメイクしてでさらにアパレルで落とし込んでいくみたいななるほどアパレルブランドこれでこれがオリジナルウォーだロゴってことですね農業もやられてるんですか農家がもう本業で何をうちは米麦大豆芋へえ主なものだ、ね、東京ドームが6個分ぐらいあうわ広すぎるパンパンに埋まるってことですかその密度的にいや違う面積ですあ面積かびっくりしたそう体積すいません東村山出身なんで許しちゃってくださいえぐい量だぞ東村山で、ね、あのヒューガがそれこそ北海道で一緒なんでねどこら辺栗山町夕張市の隣ああ俺の方が多分札幌とかが農家だから自然豊かななるほどなるほど週末は行くんですかススキノとかはいいよススキノはもう週末関係なくもう週3、4で行ってえぐいじゃあ俺とユーマが降臨してた時いたかもいたかもしれないバニーちゃんまあそのあるあるみたいな笑い方あるよねよろしくお願いします。お願いします。もうあとはもう往年の日記たちですから。往年の往年の選手たちですか。米日記。米日記が。今日も参戦させていただきます。お願いします。やっていきますか。やっていきますか。はい。ご飯。ご飯食べますか。あじゃあまずご飯食べましょうか。いただきます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 。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもさ素晴らしくないですか。あの僕たちの動画を見て参加してくださったみたいな話。コムドットが5年後の日本の食の未来変えてる。いや嬉しい。そんな言われるのマジ嬉しい。嬉しいです。日本食料安全保障に加担してるよ。日本の食料安全保障に問題を解決してるよ。いや嬉しい。どうすんの言うたちょっとパターンしてるんだパターンちょっとクマ君がずっとふざけてるずっとふざけてるんでさっきからさあでーん出ました、デーン
コージャケットですね。SMC っていうのかな、シティファーマーズクラブは。うん、していい、めちゃめちゃいいやん。うわ、ぴったりぴったりやな。やワンバース蹴りそうっすねだいぶワンバース蹴りそうっすね。いやいいね、ハムゲリ。お前諦めてその被り方したやん。もうどっちも可愛いか。まあまあ可愛いは可愛いか。寄ってあげて。じゃあやっぱ頭の幅が特別でかいじゃん。でも頭でかいんだよね。そんな広がってる人いないよ。だって本当あっちゃんって何歳か分かんないよマジで。でけんだよね俺。お前いくつ。なんかその若くもないし老けてもないし。いくつマジで。一応もうすぐ25なんです。25だよ、はい、それまだ24かお前。24ではないことは確かだ。いやちょっといかついな。かっこいい。黒かっこいいな。8にきかっこいいな。背が高すぎ。背が高すぎ。これを身にまとってやるわけですか。はい、今収穫行きましょうか。はい、行きましょう。これ一つずつ。お、今こっちの辺行きます。おお、こっちだ。おマジテンション上がるわ。収穫の仕方は一回ちょっと長めに切ってもらって、はいはいはい、で2回目。なるほど。これ二度切りって言うんですけど、このみかんの一つ一つを傷つけないように。なるほど。これ1回2回、それがね、取った時にこんなんやったら高いけん、みかんとみかんが当たった時に穴が開くよね。あー、でけんここみかん平にこうやって切ってもらう。あー、いつも見るやつ。そう、でこれで永遠に取ってもらうっていう。はいはいはい、なるほど。だからどれでも好きな、全部どこでもいいけん。もう全部もらっていい。そうです。一番もう収穫盛りってことですか。そうです。なるほど。で、あ、もう一つ美味しいみかんのポイントなんですけど、はい、まずこの太陽の光がよく当たってるとこね、はい、こういった下の方よりもこの上の太陽の光がよく当たっていて、外になっているみかんで、大きすぎるものよりも多少小ぶりの方が味が濃くて甘いです。なのでそういったものをちょっと狙って、うん、後で食べていただくんで、よかったら収穫お願いします。はい、ありがとうございます。頑張ります。それではみかんを丁寧に二度切りしていきたいと思います。はい、よっ。でもこの辺とか、そうそうそう、これちょっと一回大きめに切れた。あ、たまにこれあるみかん。ある、葉っぱね。こういうことだ。なんかいい、オレンジの帽子にオレンジの帽子しますよ。めっちゃ緊張する。おしゃれしてるみたいな。すげー緊張する。長いから。それでこれをみかん平らにして。おー、いきます。はい、すげー楽しい。天使一刀流、初めて二度ギリ。あー、虫いた。東京のやつすぎる。虫いた。これいきます。二度ギリ、長めに。うまい。おいしい。綺麗なみかんだな。綺麗なみかん。本当に楽しいですね。はい、ということで僕は一人でみかん買っていきたいと思います。お前さ、普通に暴力じゃん。心臓を殴ってきたけど。今うってなって俺も。仕方悪い。危ねえ。ちょっとクラクラするかも。じゃあ嘘つくな。おい、狩るぞ俺みかんを。俺がみかんを狩る。よかった。ゆうたさ、みかん大好きだからさ。俺とかって本当に好きなの。見てほら。ごめんね、手の角度とか気遣えないけど。おお、初みかんで、はい、すごい素晴らしいですね。二度切りっていうらしいです。これがすいません、あのユータはサボりすぎてまだ1個しかやってないです。これ大体10分ぐらいでパンパンにしなきゃいけない。パンパン、うん、ビクビクして1個も枯れてないですよ。いや、なんかその物を切るっていうのはすごく失礼な気がしちゃう。そう、育ちがすごい良すぎて。なるほどね。いつも社員の首ばっか切ってるもん。何代目か分かんないよね。お前、えげつないジョークをすいませんした。で、ここで、うん、そう、それでバッチリ。これバッチリ。
これくらいの時なら大丈夫ですか。うん、大丈夫です。でこれくらいの大きさが多分一番美味しい。小ぶりこれね、うん、そうなのよ。俺本当にみかん好きで、はい、スーパーとかでもよく買うんですけど、小ぶりで皮と実がこう近いっていう。あ、そうです。皮が薄いやつがね超うまい。あ、そうなの。剥きにくいみかんほど美味しい。俺結構好きだからみかん。ガツガツいかないといけないですね。なんか こんなでかいの。そう、ダメだ。いやけどうまいよ絶対。こういうのもうまいんだけど。美味しいけどより小ぶりの方が美味しい。比べると甘いってこと。甘みもあるし酸味もあるし味が濃いっていう。あー、なるほど。ちなみにも美味しそうなのを一つ取って収穫したてのものを今食べてみます。おお、めっちゃいい、めっちゃいい。早めに来た、この流れ。早めに来ました。来たー。これ新鮮なものほど味がフレッシュで美味しいので、はい、高いところの方が味がいいです。これいきます。おお。一応二度切りもします。僕たちは半分にして。あ、そう剥くんだ。何その剥き方。これが剥きやすいですよね、そんな感じ。うわー、いや、コウさんこれやばい。半分、先半分、半分です。そうそう、半分で。うわ、やべえ。うまそうすぎる。この半分ごと一気に食べる。ごとで。そう。一房一房じゃないぞと。そう。はい。お疲れした。あー、乾杯です。いただきます。うわー。美味しい。やばいっす。やばい。何が違う。いや、なんかけど変な言い方しか出てこない。ちょびちょ僕の口の中がもうすごいのよ。いや、これ半分お前食ってみ。あ、いいね。うまっ。びっちょびちょで合ってる感想。俺びちょびちょには厳しいぞ。聞いたことない。確かにこれ半分で食うの。そう、うまいっすね。うまいっていうか衝撃だったわ俺。いただきます。あ、これ溺れちゃってんじゃない。びっちょびちょ。やばいでしょ。飲み物みたいじゃない。え、みかんジュースみたい。これは皆さん食べたことあるってことですか。コウさんから OK いただいて。ああ、なるほど。あ、じゃあもぎたては食べたことない。もぎたては誰も食べたことない。じゃあ部下だね。部下だね、これは部下だね。びちょびちょです。このびちょびちょを経験した俺らはもう完全にもう上層部ですよ。うわー、やっぱ食ってるでしょ。嘘でしょ。食ってるわあれ。食べてんの。それはやばい。もう食べてんの。で、それ嬉しい。今言って、で一緒に食っていいじゃん。でも言った食べていい。口の中。そう、あれなら入っちゃう。勝手に向いてんの。ちょっと待って待って、コウさんの許可なく勝手に向いてくるし。勝手に向いてるんですけど。盗みだから。もうほぼイノシシですよこれ。バレてるバレてる。バレてる。コウさん、いけ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 。バレてる、バレてる。めっちゃ怒ってるよお前。謝ってごめん。めっちゃ怒った。めっちゃ怒った。めっちゃ怒ってる。顔怖怖すぎる。今怖い来たけど食べれない。ちょっと待って、食いながら謝った方がいいね。お前コウさんの許可取ってないやろ。いただきます。うまいです。最高です。めちゃくちゃうまい。収穫したての新鮮なものっていうのはやっぱ違うと思いますけど、はい、違いがなんかなんとなくですけど。本当になんとなくです。そうそう、フレッシュなのね。フレッシュです、うん、ジューシーというかフレッシュというか。そう、よかったら食べてみてください。うん、あの美味しそうなやつ自分で取って。え、ユーマそれ自分で選んで取った。うん。あ、じゃあユーマのおすすめ一個。うん、もういただきたい。そう、比べてみたら。やばい。いただきます。最高。てかこんなところにこんな水分がなってるのか。すごいわ。水分すごいんだ。確かに確かに。やばくない。そう思うとこれは恵みだわ。おお、いやこれはすごい。これはこれはやばいわ。よくさ、生でこの白菜食べてもうまいっすよ、ここの白菜は、みたいな話あるわけね。みかんって全般それでさ、直くるわ。何も料理してないものが一番食べられてるわけ。すごい。そのフルーツとして最強じゃない。うん、美味しそうだね。無加工の状態が一番売り出されてる。いただきます。あ、食べてみて。おー、うまっ。なんかね、あ、うまっ。酸味もいい。あ、うまっ。すげえ、もう噛んだ瞬間にね、漏れてくるって出てくる。うわ、すげえ、待って、俺一つしか食べてないのに。あー。待って、これはえぐいわ。
このみかん以外も食べられるんでしょ。もう結構これで満足なぐらい本当に美味しいです。これ日向とか日陰とか関係なく取っていいんだよね。どうせ収穫しなきゃいけないから、うん、次花マドンナもあるんですけど、花マドンナも収穫ちょっといけませんか。あ、行きたい行きたい、ぜひ。食べたいだけじゃん、もう花マドンナ食べたいですって言っちゃってたよ今。いやいや収穫だから、ね、じゃあだって食べますかって言ってくれて言ってなかったよ、コウさん。食べますよって。花マドンナ行きましょうか。皆さん呼んでいただいて、はい、花マドンナ食べたい？食べたい。なんか食ってね。もう食ってんの。なんか今は食ってる。いや、ユーマ食いすぎてね。あ、もうそっち行くの。あ、おいでーす。あ、いや、でめっちゃ取ってる。ていうか才能ありかも。すごいわ。いやいやいや、いやいや、もう何サボってんじゃねえか。めちゃめちゃサボってんじゃねえか。こいつやばい。似合うね。あ、結構そっちその取ったんだ。うん、結構取った。ありがとうございます。まあ、渡せんの。ユーマそれ渡せんの、その皮入ってるの。あ、これ中にハサミ入れてもらうと、はい、ユーマが結構ついたらいけんので、ハサミは入れないです。はい。お前何もできてないよ。何もできてない。お前食べただけやん。お前なんかやっぱ動画にやったら。次、あの、花マドンナ。花マドンナですよね。そんなやつどうでもいいです。花マドンナ。どうでもいいわ。そうだ。どうでもいい。今から花マドンナ収穫してもらうんですけど、はい。花マドンナの花っていう字は、この子の花の一文字もらって、素敵な子を自分の子供のように育てれる。えぐい、えぐい、えぐい。あ、でもコウさんのブランドなんですね、花マドンナ。そうです。素敵すぎる。マドンナ自体が愛媛県でしか作ることができない。なるほど。幻の柑橘になる。柑橘。はい、同じ。そう。今何歳なの？僕36です。ダメか。興味ないってあれですけど、絶対そんなおかしい。興味ない。すごい優しい。手で俺聞いてくれる。全然やろ。お願いします。じゃあまずコウさんについてって。そうですね。おー、すごい。前回のメロンのような。ちょっと待って、全然違うよ。え、こちらです。すごいすごいすごい。うわすげえ。これが花マドンナの木です。え、この斜面なんですね。そう、だから日が水はけが良くなるように斜面に植えてて、だいたい今1本の木に100個ぐらいなっとるんですけど、最初1000個ぐらいになるんですよ。そう、それをちょっとずつ間引いて、美味しいところだけなっとるものを残してやっと収穫できるっていう感じで、栄養を集中させてるみたいな。そう、この木美味しそうなんで。この木一人、そうですね、4玉。4、これあの後から試食とジュースと。おお、はい、すごい。もうこれ大きさ違うんですね、もう全然。これはもうあの10個入りとかそういった形で商品になるんで、全くそのホタツみかんとは別物ですね。別物なんですね。じゃあちょっと言うたら早速いい。これうわー、でも普段この大きさのみかんあんま食べないよね。さっきのみかんは小さい方が美味しいって言ったんですけど、これはもう中玉サイズ、今持たれとるぐらいのが美味しいです。へえ。いきます。いい、これも二度切り。二度切りで高めに切って、おいおい。これをあと3つね。マジ食べたい、マジ食べたい。マジうまそう、これ。やばいわ。じゃんじゃん取ります。じゃあそっちも切ってしまえば。うん、キューブ結構北の国からみたいな感じで。なんかに、あー、西側だから。僕のやつも押さなくて届かないみたいな。俺も行きますよ。行け行け行け。逆だな。匂いする。柑橘系のこの匂いってやっぱ木登りの匂い。めっちゃ入れていい匂いするよね、これ。マジ匂いですね、うん、これお風呂入れたい。ラスト1個じゃん、うん、おっと、ここに隠れ花マドンナがいました。花マドンナ、あ、それうまそう。オレンジだな、これ。めっちゃオレンジ。オッケー、いけました。ありがとうございます。じゃあそこに出ていただいて。はい、ありがとうございます。いけまし、いけまし。え、待って、こんな感じだったの俺。今気づいた。俺こんな感じだった見た目。さあ、これ今から食べてみようと思うので、はい、これはあの切って食べた方が美味しいんで、へえ、包丁で切って食べます。はい、よいしょ。お願いします。ありがとうございます。食っていきましょう。
こちらが花マドンナ。花マドンナ。さっき切ったやつだ。スマイルカットって言って、はい、普通こう切るじゃないですか。はいはい、横からこうね。うわーで、こうね。これがスマイルカットっていうんよ。へえ。そう。なるほど。これ一つずつどうぞ。食べていいですか。うわ匂いすげえな。うお。花マドンナ。いただきます。うわやべえ。うわ。一番甘いわ。甘すぎ、今までで一番うまいです。ありがとうございます。いや、味本当にうますぎる。果肉の感じが全然違う、うん、全然違う。とろける食感、とろける食感っすね。そうです。当たり前のように毎日買ってそう一瞬で食べた。これはちょっとすごいな。すぎるありがとうございます。もう一個食べていいですか。はい。なんだろうな、こうはめてとろとろしてるっていうか、なんかいや俺ダメだと思うよこれ食べんの。何がだって他のみかんがみかんじゃないみたいななっちゃうやん。これ慣れるとね。これ慣れちゃうと。次生絞りやって。おぉ生絞り。はい、絞っちゃっていいですか。絞ってください。いきます。絞っちゃえ。うわ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 えーすごい。ちょっと調節して。えーぐるこんな出る。うわちょっと待って衝撃映像だ。いただきます。え？こんな水分含まれてんの？何この甘さ。何も砂糖も一つも入れてないものです。あ、そうです、ね、あ、飲んでないの、まあ、みんな飲んでないのか。ちょっとやばいな、本当すぎる。あ、いや、もうやばい。ガシガシいっちゃえ。いや、そう半分でこの水分ででかくない？うわーすげえ。いただきます。これはもうでも2年後ぐらい栽培禁止になる。禁断の果実ってやつ。本当に禁断の果実だと思うよ。あ、じゃあ、あっちゃんもみかんでやっても美味しいんですよ。すごい。わー、綺麗なオレンジ。これ絞って飲んでみてください。ちょっと甘切り絞るも飲むタイミングを失うと思う。これけど言うたでしょこれ。あ、じゃあ一口ずつ飲む。あ、それでいい。そうだね。めちゃめちゃうまっ。ルネさん姿せーの味方。あ、大地よありがとう。出ました。最高です。本当に美味しいですね。いただきますね以来のね。喋る前が雰囲気がいいみたいな。ふわふわに。あー美味しい。これでいいんだもんね。本当に美味しいことも伝えたいな。美味しい。本当に美味しい。大地一応ありがとう。え、これじゃ言うたとさ、今みかんさ、まあ、そう。うん、うわやっぱすごいわ。本当グリグリが結構すごいなんだよ。グリグリ。あ、出ました。本家からのね。すごい。あ、いいわ、見事それ。もっと自由な、あの、可動域でグリグリしたいから。いきます。みかんの方。あー、うまそう。もう一気しちゃってください。いただきます。ゴー。うん、酸っぱい。あー、酸味が強い。酸味がある。なるほどね。うめえ。酸味が好きな人もいるから。うん。多分こっち好きな人も多いんじゃない。ちょっと飲んでみた。俺じゃあ絞ろうか、みんなのために。ありがとう。ありがとうございます。その飲むとこから使う。は、てめえさ。いい、返さない方がいい。その使っちゃない。ただ一回してるだけだから。現場だけでね。え、じゃあ俺どんなひどい絞り方してもいいの。それはよくない。飲んでると使わないんだよ。あ、そうか。お前表だけで生きてるの。は。お前裏半端ないくせに。何言っとんねんお前。
怖い半端なさそう半端なさそう何オレンジが濃いね色違うんだよもう身が全然違いますよ、うん、いいっすか、うん、あいやでもあ甘酸っぱいって言ったら、うん、もちろん甘みはあるよね、うん、酸っぱいだけじゃないこっちうまいうまいんだよヤマト意外にうん、まあ、でも甘いの大好きだから俺は花まどんごちゃんやばい酸味があるからよりリアルな、うん、ルネさんと田さんが試飲しておりますの味がします。あー、まずべんだこれが美味しいです。青春が甘酸っぱないよ。いいよね、こんだけコメントに力めるって素晴らしいこと時間使えるのもいい。もう全部いっちゃっていいよ、あちゃん。喋るかね。こもってよ、あちゃんこもってよ。果肉が残ってます、最後に。デカめの果肉ね、うん、あ、そうか、最後楽しめる。ほんとだ甘い。愛らしい。どんなコメントだ。何に対しての本当だか分かんないから子供混じってるよ、お前。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大福作り。大福作りです。大福作り。みかん大福。これを大福にしちゃいたい。これを大福にしちゃいたいなってところで、おのおのなんかこれがいい。みかんをちょっと1個、こっちのみかんでございます。こっちのみこはもう一個取ってきてもらって、はい、みんなで大福作りしたいなって。はい、なるほど。おミコン。ミコンですね。ミコン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 。はい、ということでここからは大福を作っていきたいと思います。はい。サーカーの大福作り。大福作ったことありますか？ないです。一回もないよね。はい。人生初めての大福体験ということで。はい。じゃあここからはどうするんですか？ここからはですね、僕が。お前なの？はい。一旦預かっていいですか？はい。お願いします。預けます。はい。スミレさん。はい、お願いします。ジョブ担当なだけ。ジョブだけ。今からあのみかんって選びました。はい、選びました。これを綺麗に剥いていただいて。ちょっとすいません。選んといてって。さっきやってたよ。あ、置いといた。ごめんなさい。これを剥いていただいて、で、ここに白あんをつけて、で、この餅を包むっていう感じで作業していただきます。はい、剥けばいいですね、まず。自分で向けばいいですか？そりゃそうだ。お願いします。誰に向いてもらって。ちっちゃい方が多分作りやすい。作りやすい。その噂を聞いてみんなちっちゃい。言っといてください。僕めっちゃでかいのにしちゃったよ。ほんとだ。そんな普段はケーキ作ることが多いんですか？普段は私個人で今パティシエしてて、クッキー缶っていう缶にクッキーを詰めたものを大量に作ってオンラインで売るっていう。なるほど。あ、じゃあもうそういうなんかお菓子作りの勉強してみた。まあもう独学で。独学？めっちゃすごい。独学でってあれだよね。ハモネプの大地さん以来。いや本当。独学なんですよ。その大地さん以外にもいるけどね。教わるとこないんで。独学の人。びっくりした。奥もびっくりした。奥もびっくりした。間違いなくナンバーワンじゃない。みんながわかるやろ。みんながわかる。みんながわかるやろ。全国共通でわかる話題じゃない。全国共通でわかるやろ。あの衝撃を日本は忘れてないから。好きすぎやろ。太郎さんがこうやってね。先陣を切るのはやっぱ佐藤優太。はい、やります。はい、じゃあ白あんを。はい、はい。まこんなもんでいいですか？一旦ちょっと伸ばしてもらって。はい。こんな感じだっけ、あんこって。そう、意外と超伸びるんすね。え、すごくない？すごい。もっちじゃんか。あ、ありがとうございます。じゃあこれあげます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ずる。日本でやってもらったみたいな。家庭科の刺繍一列目縫ってもらったみたいな。あ、もう完璧だ。これ結構めっちゃいい感じです。めっちゃいいっす。うまい。あ、うまいね。やっぱいいです。あ、美味しそう。上手やな。うまいね。そんなくても。で、できたら、ちょっと綺麗にして、どれでも良さそうなの。じゃこれを。いや、大きいのにしたら。いや、俺、ちっちゃいからね、みかんがね。あ、熱い。そう、まだあったかいんですよ。あったかくないと包めないんじゃない。そう。あ、でもすごいうまいじゃない。うまくない？伸ばし。さすがにもうちょっと欲しいかもな、こっち。さっきいけそうだよ。もう伸ばし。あ、いいね。いいね、いいね。競争してる。焦りを感じる。うまっ。うわ、綺麗。すげえ綺麗。いいね。じゃあ、ゆうた完成したら見せる。じゃあもういいよ、見せろもう。
それ見せろ、お前。ここふざけんなよ、お前。穴は開いてるもんね。そこが喉詰まるよ。ジャイロボールみたい。人それぞれの感想。全然そんなもんないよ。ジャイロボールみたいな、ブレ玉みたいな。よし、じゃあみんなやろう。最後に一気にやってみたら分かると思う。スミレさんのすごい人じゃないから。いただきます。食べそう、食べそうやな。いただきます。あ、もちろん。女子麺。お願いします。給料重くない？うますぎるわ、俺。給料めっちゃ重くない？うますぎんね、俺こういうの。ヤマト君。ヤマト。助けてあげてください。あいつ大丈夫？じゃあもう。次元違うよ、お前。大丈夫、俺すみれちゃんの推しだから。もうあんこも取っちゃってるよ、それだって。いやだってさ、これさ、めっちゃくっつくのさ。もう一個あるんで、あそこ。ユーマうまっ。私こちらで。ユーマ綺麗。これヒュー。チキン。やばいよ。みんな綺麗なんだよ。じゃあやばやば。ねえヤマト。お前さ、どつぼなんだよ。やば。もう見てらんなよ。やばい、もう少林サッカーみたいになってるね、今ね。少林サッカーの少林サッカーのこうやって作るやつ、ね、そうだよ、丸くして涙と汗で作るやつ。あんなにあんないよ、投げなきゃ。わかるちゃん、お前話したら少林サッカーの持ちの話すんの。フェイクうまいメガネみたいになってる。見たことないだろ。フェイクうまいメガネだ、ね、体強い坊主になってる。金曜日に見た。少林サッカーの人たちはみんな体強いやろ。お前やばい、目標したくない？3代目のペンライトみたいになった。めちゃめちゃそうよ。3代目のペンライトみたいになったぞ、これ。大丈夫か？なってるよ、花みたいになってる。受けもあげやめて。うわぁ、ユーマン近くに置くな。おい、こんな綺麗な作品の上に。やめて、やめて。ねえ、ユーマン、それ。お、綺麗。うまい、や、うわ、お前。うまい、綺麗。うまい。じゃあ、せっかくだから誰が1位か決めてもらいますか。確かに。ほんまの、パティシエ先生に。これはい、俺はい、びっくり、俺だと思わなかった。じゃあ、誰がどれ食べる。いや、ヤマト、これ俺、やばい、お腹いっぱいになっちゃうよ、お前。もうヤマトがこれ普通に食うか、あっちゃんが一口で食べるか、どっちか。なんでそれ食べどっちかしか面白くなんないと。いや、それは口小さいやつね。あっちゃん、口ちっちゃいからね。じゃあ、いただきますか。あっちゃんから俺なんだ。一口いこう。一口でそれは断面見せたいやん、今日は。じゃああっちゃんは一口でいくから。確かに、確かに。ゆうたんが入る。ゆうたん一番いこう。一番綺麗だよ。うん、1位のやつね。いただきます。いただいちゃってください。うわうまそう。うわ、え、今一匹普通に子供みたいな感じで出てきた。うわ、あんこより甘いわ、みかんが。あ、みかん超えてきた。それすごいな。一番超えた。うわー、美味しいわ。あ、よかった。ねぐい。お前、拍手したいんだけど。取れよ、お前、それ。美味しい、食べて。ヤマトあっちゃん以外で食べよう。なんでやろ。俺とあっちゃんは多分一口食い競争。一口ね。これ一口すごいぞ。うわ、美味しそう。すごい、うまいね。上手。いただきます。二人でしょ。うわ、最高や。うわ、うまそう。出てきてるよ。うまつびんじゅう。おー、さあどうだ、今。鎌倉を感じます。どんなコメントや。意味がわかんなすぎるよ。愛媛で鎌倉感じてるの。すげー、いいコメントなの。いいコメントなんかもわかんないし、なんか意味わかんないし。どういうこと？鎌倉の中でみかんを食べてるような。ああ、鎌倉雪のね。雪のお家ね。まるで鎌倉のような美しさです。なるほど、そういうこと。そっちか。すごい。もうこれを鎌倉に例えたのね。表現が独特だわ。いただきます。ちょっと大きいんだけど、あのまず選んだみかんが大きかったから、てかふざけて作ったわけじゃないから。いただきます。いただきます。みかんちょっとしか感じない。うん、本当にみかんの甘い。びっくりした。いただきます。おお、口大きい。あ、口大きいじゃん、あんちゃん。うわー、すごい。どん。お前エロ。本当お前エロいな、お前。うわ、どん、うまい。何を感じた、あっちゃんは。ユーマー鎌倉を感じて。なんかプールに飛び込んだみたいな。あ、すごい綺麗だね。バーンバーンで、めちゃめちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。あ、面白い、面白い。これが、花ちゃんが花食べるよ。お、すげえ、すげえ、すげえ。お、いいね、うん、
めちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃうまいこれ。めちゃくちゃうまい、マジで。あ、ハンちゃん。あ、ハンちゃん。食べてみるか。パパがみかん作って、うん、自分の餅にして。かわいい。うん。美味しい。かわいい。これかわいい。いいよ、あと俺のあげる。病気になるわ、お前。怖怖すぎだろ。せっかくのお前みかんに選んだそのみかんがね、大きかったっていうのって関係ないやつだよ。大丈夫だよ、自分で食べ。いや、お前どうかスタッフに食わせるの。やめろ、お前。米抜きだったら多分食べてくれちゃう。絶対食べてくれちゃう。いや、これはやばい。これはやばい。あんしてくれるんですか。はい。いただきます。うわぁ、すごい。おぉ、すごい。うまいよ、うまい。大和くんの愛情感じます。うまい。うまいっすよね。ありがとうございます。いただきました。これいいよね。最高。いやー、美味しかった。なんか今日サインをかかってる。いいんですか。今そのハウスに書くんでしょ。高果樹園って書けばいいですか。高果樹園なんだ、先生。大きいじゃん。まあ下書きします。いつも以上にでかいから。うん。今だかつねでかさ。これ過去最大だよね。うめえな。マジで字が。うん。等間隔のいい感じ。感じのバランスがいい。ヒューガからしたら異次元だ。いやいや、もう本当考えられない、マジで。みかん。みかん書いてんだ。あれ、こう書いてある。まあここからデコってきますか。ここにじゃ。うまっ。引くわ。半端じゃないよ。はい、少し太さを出していきます。クオリティアップアップの山ちゃんです。果樹園も行くか。果樹園も行かない。うまいね。あと20分か。いや、であと10円だけど。10円が一番大変そうだけど。ここまではまあね。じゃあここパパっていきますよ。何かやる？いや、これでいけちゃう、まだ。出る面が違う。画材にはこだわらねえと。そういうことでした。そう、それプロに仕立てないでくんね、俺を。いや、ミスタッチと思いきや。思いきやの、その基盤みたいな。跳ねの立体感が。きたー。まあ、一緒。すごい。本当にうまいわ。すげえ。素晴らしい。じゃあ、入れるか。はい。ここ、まあ、ここをちょっとメッセージ書くとして、ここ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 にしようか。俺ここに行く。いいですよ。サインの形的になっちゃうってことやな。俺言うたら、今、ちょっと、しながら、かすれすらも、めっちゃ手できる。結構これが、なんか山下のリスクってやっぱエグいよね。いや、ユウマとあっちゃん、ここちっちゃくなりがちだね。シュシュシュ、この辺ユウマ、オッケーです。俺この辺行きます。かっこいいよ、これ。ユウマ、マジ早いよ。お、今まで一番でかい。プロ野球選手みたいって言うよ。サインといえばプロ野球選手のイメージだな。書きやすいです。さすがに気合入ってる。うまい、今まで一番うまい。あっちでかい。おお、いいな、欲しいな、俺も。いいな。そうする、ゆうた、これさ、せっかくがみかん顔つけてね、可愛くしたりしようかなと思うんだけど、任せてみる。ええ、不安。ええ、せっかく山田こんなによくしたのに、ここでゆうた満塁で雑魚出しちゃった。これどうだ、これマジこっち側から顔つけて大丈夫自信なくしろ、お前可愛い感じの方がいいか。早く修正する。可愛い方がいいし、お前化け物みたいな目つくのうまいから気をつけろ。キリッとしてるなぁ。お前コウさんの夢とかないから。
前怖いよ。可愛いキャラクターの目の形じゃないよお前。キャラクターってあんま白目つくんのよ。可愛いんだユウタ。ユウタこれどうにもなんないぞこれ多分。立て直す気がないんだ。そのユウタからして100点でできてるから。そうあんま言わない方がいい可能性それ。人の目や。人の目や。お前夜これ使えないよ。あ、でもなんかイケメンにはなってきた。イケメンになってまあ鼻がね重要ですから、ね、口とかにもまたそういうタイプで鼻だよ。どうすんの鼻だね。どうすんの。どういう鼻にするかだね。まあ鼻かくのよ。おいおお大事だよ。お前ヒゲみたいになってるやん。なるほど、鼻で持てないんだ。かっこいいはかっこいい。鼻で持てない。まだ口次第だと思う。口次第ではかっこよく決まると思う。いや、歯はつけたい。眩しい感じにしたい。眩しい感じ。お前歯つけたい。太陽を浴びてできてる果物だから。あ、そうだそうだそうだ。キラーみたいな感じ。歯つけたら化け物になる、ゆうた。お、もういい角度。多いの。まあ、どう広がるかね。笑いみたいになってるから言えた。イケメンだな。え、なんだこれ。何これ。あ、にーってしてんだ。意外に最後細っか。え、よくない。いや割と、いや割といいかも。下の歯はない。下の歯はない。噛み合わせ変えてみる。やばい、うん、いや歯って多分こう一本一本こう描かないと。じゃあ聞いてよ。いや、一旦言うたん、言うたん気持ちいいから。ほんとほんと、まあ、いや、まあまあ、イケメンめっちゃ良くない。いや、割といいかも。で、何すんの。なんで、まあ、その想像した形にはなってるわ、やった。なんで急にそばかす。太陽浴びてるから。うん、お前、光邪魔で、お前さ。光邪魔すぎ。光邪魔じゃん、お前。え、めっちゃくない。めっちゃ怖い。いけるかも。名前は、上に書いてある。イケメンな名前がいいよ。なんだ、こういうとこにも先生がいるな。ハーフだったんだ。みかんとか関係なし。これこいつはジョリーだ。ジョリー。あ、よかった、思ったよりうまかった。うまい、ユータ。これいいな。の2の頭の長さが、あ、いや、巣でかい。巣のでかさで落ち着くわ。でバランスをつけました。素晴らしい。そしてそのスピードで描いてる。うわーい。本当にいいんじゃないですか。いや、マジでいい。マジでいいかも。最高です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでこれで企画終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。特に今回あっちゃんとゆうたがね、はい、あのみか大好きということですごい楽しみにしてきたんですけど、うん、どうでした2人は。ちょっと美味しすぎましたね。今までたくさんのみかんを食べてきたんですけど、一番美味しかったです。マジで美味しかったです。本当そうだね。その中でも別格。はい、もう僕はもう家族に買うって決めたので。おお、はい、ありがとう。おじいちゃんは僕も買います。今年はもう売ってます。贈答用は今売り切れなんです。ああ、そうそう、ちょっと見たんだよな。家庭用なら今はあります。ああ、なるほど、うん、本当に買いますね。どうでした。いや、もうなんだろう、初めてこの取ってすぐ食べたのよ、みかんを。ああ、確かに。そのスーパーのみかんしか食べたことなかったから、うん、嬉しい。あとすぐ食えたみかんが美味しいし楽しいし、まあ、あのだからスーパーに並んでるのがこうなっててこう取ってたんだみたいのが楽しかったね、うん、やっぱ体験するのって本当にね、動画でも伝わってると思うんですけど楽しい、うん、そうだって、スーパーのやつ、あ、これ二度切りされてんだって思いながら、そうだね、見れるわけよ、ね、二度切りを感じれますわ、うん、第一浦津さんは
いやもう本当にね、みかんを食べたら、僕普段あんまフルーツ食べないんですけど、食べるとなんか体がぐわっと活性化されるっていう、なんていうんですか、わかりませんか幸福度がね、本当に元気出ました、本当に食べたら美味しくて、まあ、言葉でうまく説明できないんですけど、伝わりますよ。みかんの季節はこっからになるんですか。大体11月から12月が今回食べてもらったみかんで、それから1月、2月、3月と、まあ、一般的にセトカだったりデコポンだったり、まあ、ブラッドオレンジだったり、いろんな品種が月替わりに収穫できるっていう感じなんで。なるほど。で、あの夏の間とか秋の間はもうずっとこう育てるっていう。そうですね、その今の収穫に向けて一日一日作業している。やっぱり手をかけたらかけただけみかんって美味しくなってくれるんで、一日でも美味しくなってくれるように作業に当たってるっていう感じですね。なるほど、はい。まあ、気になった方はぜひ、ね、調べていただいたりとか、インスタフォローしていただいたりしたら、あのいいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。そしたらじゃあ全員集合ですか。はい、全員集合で SMC の人たち。おお、すごい画角です。全員集合です。素晴らしい。入った。どうします、あれやります。あ、いただきたい。オッケー。作ってるもの、作ってる作物を言ってパスしていくと。ネギ発信でいいですか。ネギ発信で、ネギ発信で、でもどんどん順番にこう、順番後ろで皆さん見てください。こう、最後みかん。じゃあお願いします。いいっす。はい、ネギ、ナス、米、ぶどう、米、メロン、ハチミツ、チュ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 。いや、ひどいって。何してんすか。メロン。めっちゃ前のリーダーがメロンって言っちゃった。誰やろ。米のアーですよねっていう。最後のにはいられないよ、これ。びっくりした。ネギから、ネギから。ポンポン行くのがやっぱ美しい挨拶ですからね、これは。いきますよ。いいですか。はい。ネギ、ナス、芋、ぶどう、米、メロン、ハチミツ、生姜、いちご、ぶどう、お菓子、みかん、シーバーズです。決まりました。決まった。いや、うまくいった。今かなりうまくいった。この人数すごいですね。まあ皆さんわざわざこう他の県から今日は集まってくださってるということで、北海道。はい、そうだね。他の方、遠い、熊本です。すごいですね、愛媛に全員集まりましたけど、どうですかリーダー。やっぱこう、熱量高い農家さんが集まってすごいこう、嬉しいですね。嬉しい。いいチーム作れてるなって。確かにね、嬉しいっすよ。やっぱ集まったら感じるっすよね。かっこいいっすもんね、やっぱ旗から見てて。かっこいい。集団として、あ、農業ってこんなかっこいいんだっていう、この一般の目線で言うと、なりますよね。なる、マジになる。でも前回のあの動画もすごい反響良くて、僕のところにもすごいいろんなメッセージが来て、普段食べてるものに対してやっぱこの作り手の顔まで想像するようになりましたとか。すごい嬉しい意見があって、農業に対する考え方が変わりましたとか、こういう人たちが日本の食を支えてくれてるんだなっていうのを感じましたとか、いっぱいいろんなメッセージが来て、素晴らしい。まあ、自分たちがやってることは間違いないんだなっていうのを改めて。まあこれ出てるの多分12月の中旬ぐらいですけど、来年もねぜひ続けていきたい活動ですね。僕たちの中でも一個大きいプロジェクトですし、まだ行けてないところがたくさんあるので、なんか今新しいプロジェクトが始まってるということで。はい、古式ファーマーズクラブから今新しい商品を作ってて、果汁クリアケーキっていう名前で今商品を作ってて、来年の春ぐらいにリリースできたらなって形で進めてて、今予約販売の方を始めてるんで、ぜひあのインスタグラムの方からそちら情報を発信してるんで、皆さん見ていただいて、あのぜひ手に取っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。でプラス今回コムドットがこう来て体験してくれたみたいに、やっぱ体験するってすごい大事やなっていうのを僕たちもやっぱこう感じてて、はい、こう体験する場っていうのをこう与えていきたいところで、体験っていうのも今後やっていこうと思ってるんで、その辺の情報とかもインスタの方で発信してるんで、なるほど、ぜひチェックしていただけたらなと思います。屋敷ファーマーズクラブのインスタをフォローしておけば全部の情報を、はい、そこの情報は全部出していくんで。なるほど。だからね、それこそさっき書いたボードがねここにあったら、マジでこの強いファンの人、聖地として来るもん。二度切りだとかやりたいファンの子たちは来ると思う。全国に聖地作れるじゃないですか、これで。確かに。今回はね、あのちょっとあのみかんフォーカスして動画撮ったんですけど、前回はあのメロンと、あとあの全部の農家さんもあの何やってるか何作ってるかみたいなところインタビューもあるんで、合わせて前回の動画と見ていただけたら、あの今後の動画も楽しめると思うので、ぜひそちらの視聴もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後バイビーで。バイバイ。
はい、締めさせていただきたいと思います、はい、本日はこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた次の動画でバイビー。